はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はついにね、明日4周年後半の、前夜祭生放送が始まるということでですね、今回は後半までにやっておくべきイベントっていうのを、まとめて紹介していこうかなというふうに思います。はい、まあ4周年ね、後半からすごい期待されていると思うので、はい、ガツしたこのような動画を作っていこうと思います。はい、まあ優先度高いやつから全部でまあ5個か6個ぐらい喋っていくつもりなんで、はい、ぜひともゆっくり聞いていただければなと思います。ということで、まあ参考になった方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ということで、1つ目から喋っていきましょう。優先度高いやつからまあ喋っていきたいですね。はい、ということで1つ目が、レイドバトルですね。はい、レイドバトルあと1日で終わってしまいます。はい、ちょうどまあ後半が始まるタイミングかなと思うんですけれども、レイドボス襲来1週間2週間前ぐらいから、ゾマス&ロゼが降臨しております。まあ限定報酬はね、1日に3回までしかもうもらうことできないので仕方ないんですけれども、まあこちらのね、交換所の方で、アニバーサリーレイドメダルでたくさんのアイテムと交換することができるので、はい、石とかもあります。僕はもう交換しちゃってるんですけども、マルチ Z パワー、石、スロットリムーバー、そこら辺を中心にね、ゲーム内でめちゃめちゃ有用なアイテムが手に入りますので、ぜひとも、できるだけね、もう最低限石でも、石だけでも獲得しておいてもらえればなというふうに思います。はい、まあレイドは本当にまあ回れば回るだけ、美味しい報酬もらえるんで、まあ今回ちょっとね、周年用の変わった、仕様になってしまって、まあ若干ユーザーからは厳しい声が上げられていますが、まあ美味しい報酬がもらえることには変わりないので、ぜひともまあできるだけ回っていただければなと思います。はい、ということで、続いていきましょう。続いてはアンケートですね。はい、アンケート、まあ皆さんちょっと忘れている方もいるかもしれないので、改めて言っておこうと思います。お知らせから、参加することができるんですが、こちらのね、まあ運営さんへまあ要望を載せるようなアンケートが21日ということで、明日の14時までですね。これ非常に注意でございます。後半が始まるタイミングじゃなくて、明日の14時の時点でもうできなくなってしまうので、ぜひともまだ参加してない方は、絶対やっといてください。これで時の結晶が250個手に入るということで、はい、ガッツし遊んでもらえたらなというふうに思います。まあそれとね、4周年に関する皆さんのなんか要望とかもいっぱいあると思うので、まあそこも書いていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、まあ後半のねアンケートもあるらしいので、その時はまた改めて告知というか、まあお知らせ情報から喋っていこうと思います。はい、ということで2つ目がアンケートでした。で、3つ目になりますね。3つ目はホイポイイベントになります。はい、こちらね、まあホイポイ回すことによって、こんな感じでなんかいろんなアイテムを手に入れることができます。まあ、これをね、できれば、まあ、ステップ9、ラストのところまで進めておいてほしいですね。はい。ステップ8まで進めることによって、石、2、4、まあ、なんか400個、500個ぐらいもらえますし、まあ、その他、いろんなアイテムもガツシもらえたりしますので、ぜひとも遊んでいただけたらなというふうに思います。こちらの、前半戦のホイポイベントがあと1日ということで、まあ、レジェンズフェスティバルじゃない、周年後半が始まるタイミングで、第1シーズン終わってしまいますので、こちらはね、まあ、進めておいてほしいなと思います。で、まあ、一応ホイポイコインの獲得方法を教えておくと、こちらのね、まあ、マルチの方からガツシと手に入れることできますので、はい、無限に一応ここで取得できます。ブーストキャラクターもいるので、まあ、各自確認して、まあ、たくさん取得していただけたらなというふうに思います。ということで、ホイポイでした。ステップ9までできれば進めてください。はい、続いてですね、4つ目になるかな、力の大会ですね。はい、力の大会なんですけれども、今回 PVP のシーズンがね3週間っていうところで忘れがちなんですが、力の大会のシーズンに関しては明日で一旦区切りが終わります。明日じゃないか、ごめんなさい、水曜日です。水曜日の15時ですね。でメンテナンスが多分11時に入ると思うので、そのタイミングでねもう力の大会遊べなくなってしまうので、PVP とはまあ終了の期間が違いますので、ぜひとも今のうちにやっておいてください。はい、非常にまあね注意してほしいところですね。でまあ2週間前ぐらいに力の大会のまあざっくりとした解説動画、初心者の方にも分かりやすいような動画を上げておりますので、ぜひともそちらからまあ見てもらって、まあ攻略の、
役に立ててもらえたらなというふうに思います。ガッツ師匠ねクリアすることでマックス石1400個を手に入りますので、周年ガチャガッツ師引きたい方めちゃめちゃいると思いますので、はい、ぜひ、遊んでもらえたらなというふうに思います。はい、力の大会でしたね。はい、ということで、力の大会終わりまして、続いては貯蓄ラッシュになりますね。はい、貯蓄ラッシュももう皆さんご存知だと思いますけれども、このねイベントも水曜日に終わります。で、まあやっといてほしいのは当たり前なんですけれども、周年後半につけられる、覚醒フラグメントをね装備させる、作るためにとか、あとはスロットリムーバー獲得するためにとか、あとは作りたい全開覚醒キャラが出てくるかもしれないので、そのためにメダルを保持しておこうっていう話になりますね。はい、僕はもうフラグメント覚醒させすぎて全然メダルないので、早く、シーズン切り替わってほしいんですが、うん、まあ、メダル本当に持ち得のアイテムになってますので、まあクリアできる方はできるだけやっといてほしいなっていうところはありますね。はい、周年後半のキャラがワンチャンね一気にまあ2体とか4体とかそれ以上とか一気に、まあ追加される可能性もあるので、育てたいキャラ増えてくると思います。はい、それにまあ伴って作りたい覚醒キャラクターとかもめちゃめちゃ増えてくると思うので、まあ絶対ね、まあ時間あって余裕でクリアできるよって方はオートでもいいので、進めてもらえたらなというふうに思います。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、長熟ラッシュでした。はい、でもう次最後ですかね。はい、最後喋っていこうと思います。ストーリーですね。ストーリーの方でもうバッツ氏とね意思を獲得しておいてほしいなっていうところがあります。はい、今12部まで来て、まあ、僕も最新のところまで行ってないんですけれども、めちゃめちゃ、ね、大量の石を獲得することができます。まあ、こういうのを毎回ね、こういう、まあ、胸の動画では喋っているんですけれども、もう大量の石と、あとはですね、4周年の、まあ、これからですね、主人公のシャロットくんが、まあ、これから強化多分来ると思うのでね、はい、まあ、それに備えてガッツ氏とストーリー進めておいたら、シャロットの強化も、それに伴ってストーリー追加された時に、まあ、しやすくなるんかなというふうに思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、すみません、一つ忘れていたんですが、周年後半が始まるまでに最後のねレジェンズウィークエンドの、イベントが来ていると思います。はい、まあ周年来て水曜日におそらくね新しい新キャラが追加されると思うので、まあ新キャラ獲得してすぐソウルブーストさせたいとか効率的にフラグメントを作りたいとか思っている方は、まあ今のうちにね、ここら辺のソウルブーストのまあボーナスとか、あとは、こちらの金塊とかが手に入るレジェンズウィークエンドの間に、まあここら辺プレイしておいていただけたらなというふうに思います。はい、まあ、新キャラの属性とかまだわかんないんで、まんべんなくクリアしておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ特に金塊ですね、うん、本当に覚醒フラグとかめちゃめちゃお金ねリムーブに使えますので、新環境に合わせてフラグメント作りたいよって思っている方は、ぜひとも今のうちに獲得しておいてください。レジェンズウィークエンドの、期間は明日かな、明日の昼の、3時までになりますので注意してください。はい、ということで今回はですねレジェンズの4周年の後半がイベント始まりますよということで、たくさんやっておいた方がいい、まあ、イベントっていうのをまとめて紹介させていただきました。少しでも参考になったよっていう方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。周年後半のガチャ引いてみたとか新キャラ使ってみたとかも、たくさん、ね、出していく予定なんで、よかったらチャンネル登録お願いします。ということでご視聴ありがとうございました。